皆さんどうもこんにちは、ガクです。本日は4月17日月曜日、新しいガチャイベやってもらいましょうね。この動画1本で終わらせていきたいなと思います。1個悲しいお知らせがありまして、夏の暑さと連日の長時間配信撮影によって僕のパソコンがぶっ壊れました。50万もしたのに、ちょっとマジで困ってて、実写とかも映せなくなったんですけど、木曜日の午前中に修理業者が来る予定なので、少しだけね、いつもと違う動画の感じになっちゃうかもしれないですけど、すいません、ご了承ください。その分中身はぎっしりと詰めて分かりやすい動画にしていきますので、ぜひ最後まで見ていただいた上で、ちょっとでもいいな、参考になったなとか新しい情報あったなって思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、ガツガツ新情報を紹介していきたいなと思うんですけど、皆さんこちらの2つやりましたでしょうか。このバナーから動画視聴へって押していただくと、500インフットボールポイント、2つで合計1000インフットボールポイントもらえますので、こちらは確実にやっておきましょう。でもう1つですね、こちらの優勝記念キャンペーン、これですね、インフットボールの公式大会でマンチェスターユナイテッドのチームが優勝したことを記念してやってきたキャンペーンで、左下のサイトに飛んでいただくと、なんとラッシュフォード選手のサイン入りグッズなんかが当たるキャンペーンやってるっぽいんですよね。まあ、全部英語なのでちょっとややこしいですけど、やっていただければもしかしたら激レアグッズ当たるかもしれないので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。プレゼントはこんな感じで、次がですね、これ皆さん知ってる方少ないかなと思うんですけど、今ですね、コープ対戦機能のイベントっていうのがやってきてるんですよね。来週の木曜日7月27日までに1回でもコープをやれば、なんと抽選で1万名様にイーフットボールコインプレゼントしてくれるみたいなんですよね。いや、これ1万名だったら当たるでしょう。とりあえず1回やれば OK なので、ぜひ周りの友達誘ってやってみてください。周りにイーフットボールやってる人いなかったら、例えば Twitter で募集してみたりとか、別の携帯で1人で2つやってみたりとか、まあ、そういった方法でもいいんじゃないかなとは思ってますね。でしかも皆さん、これだけじゃないんですよ。これもね、知ってる方少ないと思うんですけど、Twitter でハッシュタグイーフトでコープ募集中ってつけてツイートするだけで、なんと20名様に1万コインプレゼントらしいんですよね。これ当たったら最高じゃないですか。結構ね、僕の動画見てとりあえず応募してみたら、インテルのユニフォーム当たりましたとか、アーノルドの足型当たりましたとか、 DM とかリプ来たりしてますので、ぜひこの動画を見た人だけの特権でやっちゃいましょう。バモン。キャンペーン関連はこんな感じですかね。で、今週はですね、新しいガチャとしてプレミアリーグの投票 FP やってまいりました。僕もライスが出るまで引いてこんなことになりましたね。で、まあ昨日ですね、レベマ比較に関しては投稿してますので、まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。で、これでですね、ここまで毎週月曜日に来ていた投票 FP シリーズ、これが全て終了になったんですよね。いや、来週以降皆さんどうなると思いますか。例年ですね、ウイレ時代は氷河期と言われてガチャが何も来なかったんですけど、今年は違うと思うので、何かしらやってきてくれると思うんですよね。で、僕の予想としてはちょっと早いですけど、遺跡組がピックアップされた新シーズン系のガチャとかがやってくるんじゃないかなって思ってるんですよね。もう8月頭から新シーズンが始まっていくことを考えたら、まあタイミングとしてはこのぐらいになってくるんじゃないかなって思ってますね。来週どんな動きになるのか楽しみに待っていきましょう。さあ、そして週刊復刻ガチャなんですけど、一応ですね、告知されていたスケジュールは今週が最後になりますので、今週のメンツ見ていきましょうか。パート1はこんなメンツになります。このガチャ注目はですね、ビルツの復刻があるかどうかなんですけど、これはね、多分ないと思うんですよね。先週ヨナスウィンドウが復刻一押さえだったと思うんですけど、あれと全く同じパターンなので、ビルツもおそらく今回は来ないんじゃないかなって思ってますね。なので、ビルツ持ってるそこのあなた、あなたがナンバーワンだよ。いや、まあパート1に関してもね、悪くはないんですけど、ビルツいるかいないかはだいぶ大きな違いはありますし、メンツ悪くないですけど、もうちょっと求めちゃう自分はいますよね。さあ、そしてパート2はこちらになります。個人的にはこっちの方が気になるかな。過去最強フォーデンにロメロ、レアオも注目らしい、スルーパスムバッペもいますので、シンプルに大当たり級がかなり強いなって思いましたね。旗手選手、伊東純也選手など日本人選手もいますので、個人的にはかなり惹かれてますね。ぜひこの辺りも見た上で、どこでコインを使うかっていうのを判断してみてください。まあ、個人的には来週はパート2が注目になってくるんじゃないかなって思ってますね。さあ、どんどんガチャ予想いきましょうか。お次はエピックガチャ。ここはすでに別動画でも投稿してるんですけど、まあ、今週はビッグタイムランパードでほぼ確定だと思いますね。ランパード以外がどんなメンツになるのか、木曜日楽しみに待っていきましょう。そしてラストはショータイム。今週はラリーガでこんなメンツでやってきたんですけど、ついにプレミアリーグのショータイムがやってきます。で、僕個人的にはここ結構期待していて、昨
日やってきたプレミア東京 FP ガチャが予想よりも激アツにならなかったじゃないですか。それこそサンマクシマンとかサラーとかデブライネとか来てもおかしくなかったのに外されたということは、ショータイムガチャでハイライトもしくはショータイムで搭載されることが濃厚だと思うんですよね。だからすごく楽しみにしております。で、今までのこのショータイム関連でいうと、各ガチャ1人は新スキルを持ってやってきていて、リーグ&フォートレス、チャンピオンズリーグでゲームチェンジパス、セリアでモメンタムドリブル、ラリーガでフェノミナルフィニッシュ、この流れで来ております。そうなると残りはエッジクロスもしくはまだ出ていないビジョナリーパスになるんですけど、個人的にはここでビジョナリーパス出してくるんじゃないかなって思ってますね。それが誰につくのか、そのあたりもこの後予想していきましょう。で、シティに関してはね、チャンピオンズリーグでも2名選ばれてますので、ちょっとここは不安なところではあるんですけど、一応いつもと同じ流れで行くなら各リーグの優勝チームから2人は選ばれると思いますので、マンチェスターシティから2人来ると思うんですよね。ってなるとですよ、皆さんビジョナリーパスがつきそうなマンチェスターシティの選手いますよね。そう、デブライネでございます。いや、デブライネにビジョナリーパスっていうのは一番綺麗な流れになってくるんじゃないかなって思ってますね。ちなみに皆さん的にシティのメンツは誰が来ると思いますか？ぜひ皆さんの予想もコメント欄に書き込んでください。で、まあデブライネが来る予想で考えると、チャンピオンズリーグのショータイムがロドリとホーランドのミッドフィルダーフォワードだったので、僕は今回ミッドフィルダーとディフェンダーで来るんじゃないかなって思ってるんですよね。なのでデブライネプラス、まあ、ルーベンディアス、ウォーカー、アケ、アカンジ、まあ、この辺りから誰かが選ばれるとか、まあ、そんな展開になるんじゃないかなって思ってますね。ストーンズもありえると思うんですけど、チャンピオンズリーグのショータイムガチャでハイライトとして来てましたので、まあ候補としては先ほどの4人になってくるんじゃないかなって思ってますね。で、そうなるとフォワードの枠が余るので、ここが他のチームから来そうですよね。個人的には昨日のガチャを見るまではサカとか来るかなと思ってたんですけど、サカは東京 FP の方で来ちゃったので、サラー、マルティネッリ、あとは怪我しちゃったけどジェズス、この辺りが候補になってくるんじゃないかなって思ってますね。まあ、あとはね、ハイライト陣にサンマクシマンとかグリーリッシュとかウーデゴールとか、この辺りが超強化枠で入ってくるとかなり魅力度上がってくると思いますので、まあ今週のプレミア東京 FP ガチャは結構期待してもいいんじゃないかなって思ってますね。あ、ちなみにですね、ビジョナリーパスに関しては完全新登場になりますので、スキルの効果とかは全くわからない状態ですね。まあでも名前的にはおそらくスルーパス系の強化になるので、まあ何かの条件下でパス系能力が向上されるとか、ちょっと特殊なスルーパスが出せるようになるとか、まあそんな感じなんじゃないかなって思ってますね。まさにデブライネにぴったりのスキルですよね。まあこんな言っても予想なんで来ない可能性もあるんですけどね。はい、ということでここまでで最新情報とガチャ予想すべてお話しすることができましたので、最後ガチャ引きましょうか。いやもう結構引いちゃってるんですけど、これいこっか。週刊いこうよ。週刊復刻パート2が不遇すぎておそらく全然引かれてない気がするので、ここでいきましょう。星5で最後締めて、みんなに気持ちよく最後締めていきましょう。いやーでもね、ちょっと実写出せないの寂しいな。最近ね、まあ需要ないかもしんないけど、ちょいちょい出して僕的には気に入ってたのよ。だからラストプレミアリーグ、星4回もうずり落ちたわ今。星4回、さあ誰ですか？え、待って、え、嘘、カオル・ミトマー、マジか。え、これはなんかめちゃくちゃ嬉しい。まあまあ、超タイムとか持ってますけど、え、これ結構、え、運命じゃないこれ。ブライトン新ユニフォーム発表おめでとうございます。来季は何番になるのかな、楽しみだわ。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね、今週はバタバタしていて、もしかしたら動画投稿できない日出てくるかもしれないですけど、できるだけ毎日投稿できるように頑張っていきますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。